ポリティカはセルビアの日韓誌である。セルビアでは高級誌とみなされており、日韓誌としてはバルカン半島でも最古の部類に属する。同誌は1904年1月25日にブラディスラブ・リブニカルによって刊行された。かつて同誌を所有していたポリティカエーリーとドイツのワスメディエングルッペがそれぞれ50%ずつ出資する合弁会社である。 ポリティカ新聞雑誌有限会社によって発行されている。ポリティカ社は日刊のスポーツ誌、スポルツキジュルナルやコンピュータや新技術に関するスベトコンピューテラ1939年に刊行された娯楽雑誌、ポリティキンザ・バブニクなどの定期刊行物を発行している。また、同社はセルビアとモンテネグロで合わせて1100程度の該当販売所を運営している。 発足当初からセルビアや後にはユーゴスラビアの重要人物による寄稿を掲載してきている。これまでにブラニスラブヌシッチやイボ・アンドリッチ、バサポポビッチ、ツコジムフル、ルボミル・ブカディノビッチ、ミロスラブ・ラドイチッチ、モシャピアーデなどが寄稿している。また、ゾルゲ諜報団の一員としてソビート連邦の諜報活動に携わったブランコド、ブーケリッチは 本市の特派員として日本に赴き確認されているだけで56本の署名記事が掲載されている。ブーケリッチが特派員になった経緯には不明な点が多いがユーゴスラビア共産党の審派だった当時の社主リブニカルの独断ではないかとみられている。RTV ポリティカは1990年に開設された放送局でポリティカエリーが過半数を所有していた。 放送局は独自の周波数帯と中継局を持ち、セルビアの国土の大部分、人口の90%が、その視聴可能範囲に含まれていたが、放送免許の更新を受けず、2007年に放送を停止した。ありがとうございます。